あ、こんにちは。よーし、前回ね、このジェットコースター作りましたね。ってことで今回は、このジェットコースター手前のここの空白を使って街を作っていきたいと思います。で、コンセプトが、水耕施設っていうやつを作ります。まあ多分写真出ると思うんですけどね。はい。で、こんな感じで、ちょっと背が低い建物が、いっぱいある村みたいな感じで、ちょっとね、水も流れてるようなコンセプトなんで、ちょっとそういったところを意識しながら作っていこうかなって思います。で、まあもちろんアトラクションも何かつけようかな。背が低い建物が多い街だから、アトラクションも背が低いものにしたい。今回作る街はちょっと年齢層低めで子供も楽しめるエリアにしようかな。ちょっと建物作ってから作るか、ライドは。でね、水耕施設はまあ同じような家が連立してる、ここのエステートと同じ感じの作り方で複製して作っていけば埋まると思うから、とりあえずその複製の大元となるね、家を一軒、それは自作しないといけないから、今から建築です。地獄の。まあ、出来上がっちゃえば楽しいんだけど。作っていきます。とりあえず引いてみる。もうこれでいいね。これをかたどって、これの周りを囲っていこう。これ何？ 謎の物体でいいや、これで。超ピカピカで光ってる。これがいい。壁をとりあえず並べていこう。2マスぐらいでいいのかな。ピカピカや、えぐ。これ発光してないよね。反射してるだけだよね。こんな感じで、で、白が入ってる。何この素材、めちゃめちゃピカピカなんだけど。眩しい、めちゃめちゃ。画面越しに眩しい。俺が欲しいものにドンピシャであったね。めちゃめちゃ眩しい。こうして、で、これだとまだ全然それっぽさがないから、ちょっと加えていこう、ディテールを。オッケー。まあ多分これで最近仕切ったこれも並べちまえばそれっぽくなるでしょ。これをじゃあ複製していきます。ここからはこれをどんどん増やしていこう。でもう道作っちゃおう。ライドはゴーカートでいいでしょ。緑にしよう、もっと地面を。もうちょっと移動させよう。この色。まあ子供用のアトラクションなら多分そんな並ばないでしょ。一列ぐらい。そんな大繁盛になること予想され 予想できないんで、こうします。って言ってね、この水耕施設そんなに建物密集してないから、ここに一軒作って、こんな感じかな。まあ各この家にあれが入ります。お店が。 陥没していいんだよ。ミルクシェイク、アイスクリーム。アイスいいやん、子供好きだよ。
アイスクリームはここ。ここの方がいいね。これミスったわ、じゃあ、普通に。この家自体が違う。ちょっとさ、サプライボックス作ってみる？チャレンジしてみるか。作れそうだね、今だったら。このパーツで作れそうじゃね？サプライボックスごとき。もう白とオレンジ組み合わせれば、重ねればいいだけでしょ。どんくらいの大きさだろう。こんくらいでかくても問題ないね。これに、で、オレンジ。あれ？オレンジが下か。蓋の部分がオレンジかと思ってた俺。こうだ。なんかもういい感じじゃね？いや、これやん。Y 軸に動かして。これでどう？ボックス感ない？これ。で、こうして、この先っぽだけ見えてほしいんだよ。めっちゃむずい。まあ、こんなところでしょうか。で、精密移動で、こんなとこだな、俺に再現できるのは。サプライボックスかと言われたらサプライボックスだろ。これ複製できんのかな。あ、これで1個のものとなって、できるんです。だったら、これを配置しまくろうぜ。多分ここら辺景観に困るから、あらかじめね。まあ木とか植えるんだけど。あれ、丸がついてきてね。あとなんか地形がめくれ上がってるのも再現しようかな。謎にね、地形がめくれ上がってんだよ、これ。めちゃめちゃいい。バカ地味な作業です、これは。これと同じ素材、これか？レンガではないよな。何の素材で作っちゃったんだ、俺これ、下の部分。くそー、見つかんねえ。この上に関してはまあいいか、これで。ああ、もうこれだけでだいぶそれっぽいわ。作ってよかった、この反り返り。これじゃ囲んでいこうか、これで。
育成していく。ちょっと待って、壊れてる。おい、直せこれ。整備士が足りないのか。早く直せよ。ホテルとかも作んないとダメだね。ATM あんだ。これ入り口の、あ、ATM ここに作ればいいじゃん。ここ活用して。いいやん。めちゃめちゃいい活用法を思いついた。カルピーソーダ。カルピスじゃないんだ。カルピーソーダ。おー、人が来てる、いっぱい。おー、来てる来てる、子供、子供たちが。やった、嬉しい。ここくぼめて水路にするか。そうするか。地形をいじろうじゃん。道路があれば真四角になるのね。便利や。で、ここを水路にするか。おお、なるほど。めっちゃ人気なんだけど、このアトラクション。待って、想定してなかった。そんなに人気なのかい。ガチか。まあまあまあ、ガチか。ゴーカートそんなに人気なの。嘘やん。うん、ほんでジェットコースターが全然人気なくなっちゃった。やべえ、やっぱみんな新しいものに目がないんだね。こっちは？そっからかんでございます。見てください。大行列。そんなにおもろいか、ゴーカートって。俺はゴーカートそんなおもろくないと思うけどね。君たちはただ新しいものに目がないだけでしょ。こんくらいあっていいね、家。で、畑を作ると。いいね、自然をもっと増やしたい。遊園地自慢のジェットコースター、全然過疎。めちゃめちゃ過疎ってる。やべえ、くそ。もうちょっと景観が良ければな。あ、こっちは人増えてきた。よかった。何この可愛い ATM。 これつけよう。採用。トイレ欲しくね。トイレある。もうここに頼り始めたら俺は終わりな気がするけど、まあでもいいものがあるから仕方ない。超すごいわ。俺はこの建築見ると、俺のがしょぼく見える。トイレ、プラネットトイレ。ここにつけるのはやめるか。ここに作るか。ここに謎空間があるか。でかすぎ。もう俺何もやんなくても、これ置いてるだけで遊園地になるじゃん。やばいな。
文明を手に入れてしまった原始人が。全部一から作ってたけど見つけてしまったな。食い物屋さんがない。ビーフ所長でしょ、やっぱりここを任せられるのは。まあそんな自然って感じの場所でもエリアでもないんだけど、ここはこんなもんにしとくか。でもちょっとね、近未来感はやっぱ欲しいから、そうだ、床で埋めちゃえばいいんだこれで謎に埋めていけば、まあ、雰囲気は出るでしょ。ちょっと木を生やしすぎた気もするがまあ形はそれっぽくなってるんじゃない。こんなところですね。水耕施設完成で、完成でまあどんどん手直ししていくんでね、今度。さあ、いい感じに広がってきましたね。次はね、ここら辺にこれと同じぐらいの規模のビル作りたいなと思ってます。作れるかな。ということで水耕施設終わりです。さよなら。